ティです。ガルーラ、ゲンガー、ケシンボルトロス、レイジューランドロス、マリルリ、ウルガモス、ピオタカさんのパーティーがゲンガー、ズルズキン、ゴチルゼル、ニョロトノ、ラグラージ、ナットレイです。シャドさん、いかがですか、この二方のパーティー。もうピオタカさんのパーティーがちょっとなんとなく戦法読めるんですけどまあどうなるかって感じですね。そうですね、その思ってる通りに来るかそうじゃないか。そうですね。で、キラさんのパーティーは、まあ、割とオーソドックス、あ、でもゲンガーがいるんで。そうですね、ゲンガー、ウルガモス、ちょっと見ないかなっていうぐらいのポケモンが。そうですね、2枚目が出くるのか、それとも普通のゲンガーなのか。そうですね、またガルーラゲンガーという初手でもなかなか相手にタクを仕掛ける、うん。ピオタカさんの方がなんかなんとなくやることを分かるような、分からないような果たしてそれが決まるのかどうか。そうですね、本当に思ってる通りにいくのか、キラさんが阻止していくのか、それとも本当に思ってることと全然違うことをやる可能性もありますのでそうですね、今回はガルーラがいますね。ちゃんとっていうちゃんとあれですけど先ほどはいなかったのでもうそうですね、ピオタカさんの方のパーティーもガルーラがいないので、まあメガ進化する可能性あるのがゲンガー、ラグラージですね。どっちかがメガ進化するってことですよね。そうですね。はい、見せ合いが終了して対戦に入りました。第20回ポケモンアリーナオフ決勝トーナメント第2回戦、キラさん対ピオタカさんの試合です。揃いました。キラさんがレイジューランドロスとゲンガー、ピオタカさんがニョロトノと、こちらはラグラージですね。さあどういうコードで来るのか楽しみですね。そうですね、まずこのはランドロスの一角とニョロトノの雨降らしが発動しましたが、ピオタカさんは雨といった初手ですが、これを今後どのように展開していくかが気になるところではあります。ヨタカさん側が雨で、はい、上からゴリ押していくスタイルでしょうかね。ただラグラージがメガ進化したとして初速が遅いので、これを守るで防ぐのか、それともその守るをあえてしないのか。さあキラさんがレイジューランドロスを引っ込めます。後ろから出したのはマリルリ、ゲンガーがメガ進化、メガゲンガーにします。キラさんのパーティーはガルーラがいましたが、ガルーラはメガ進化しないということでしょうか。で続いてピオタカさんのラグラージ、メガラグラージに進化します。はい、メガゲンガー守りの体勢で、ラグラージも守りの体勢、やはり初速が遅いのは守るでカバーしたかった。ニョロトノはネットを打ちましたが守られています。マリルリの方が気になるところですね。そうですね、マリルリがどのような攻撃を仕掛けてくるか。先ほど初手にレイジューランドロスをキラさんが出しているので、ラグラージの攻撃が1段階下がっているのも影響してくるでしょうか。はい、動きます。まずはキラさんがメガゲンガーを戻します。後ろから出したのが再びレイジューランドロス、威嚇を重ねていきます。はい、ラグラージが滝登り、これをランドロス方向にどれぐらい入るか。あ、耐えますね。耐えましたね。マリルリ腹太鼓を決めます。これマリルリ側がかなり有利に展開していきました。そうですね、腹
ラ太鼓を決めることができました。さあニョロトノはネットを打っていますが、どちらに打っているか。ランドロス、はい、ランドロスが倒れてしまいました。残るポケモン3対4です。しかし、まあ、雨の水タイプ2匹に対して出しているので威嚇をかけることが目的だったという考え方もあるでしょうか。そうですね。メガゲンガーもラグラージに上から殴られるので、そうですね、と引くしかなかったのか。でもはい、再びメガゲンガー登場します。来たとしてもハケモリ入りますからね。そうですね、展開としてはの難しいところ。腹太鼓を積んだマリルリが一体どれほどの力を見せてくれるか。挽回の可能性があるとしたらマリルリをこううまく使っていくというところでしょうか。ピオタカさんからしたらマリルリをどうにかしたいというのもありますが、ピラさんがマリルリをうまく動かすことができるかどうか。キラさんとしてはいかにラグラージを止めるかですよね。そうですね、ラグラージ少なくとも雨の間は驚異的なので、どうにかしのぐか、それより早く倒してしまうか、倒す策があるのかといったところでしょうか。はい、動きます。まずはピオタカさんのニョロとの守りの体勢に入ります。続いてアクアジェットをラグラージ方向に、ラグラージを処理することができ素晴らしい火力。ラグラージが倒れて残るポケモン3対3。サイミーズ持ってましたね。サイミーズ持ってましたね。ちょっとなかなかピオタカさんもヒヤヒヤさせられてしまうのではないでしょうか。ここでナットレイですね。はい、ナットレイが登場しました。ピオタカさんの3匹目のポケモンナットレイです。マリルリが腹太鼓で攻撃力を上げているので、はい、まあ、ちょっとナットレイを処理しやすいとはいえ、後ろちょっと分からないんですけど、はい、まあ、ナットレイの処理もうまくやらないといけないですね。これはそうですね、ナットレイの弱点である炎は今雨状態なので、なかなか、まあ、その以前にピオタカさんのパーティーだとなかなか炎タイプのポケモンも出しづらい、そうですね、と感じるのではないでしょうか。キラさんがウルガモスを選出しているかどうか。でウルガモス以外にナットレイを処理する方法が複数用意されているかどうか。はい、いきます。マリルリがアクアジェットをニョロトノに入れて8割、7割ほどでしょうか。お、当たりました。タイミングと当てていきます。不利な相手は眠らせる。これ強引に突破していく。催眠図をどんどん当てていくとマリルリ無双が始まります。そうですね、後ろにもう一匹ポケモンがいますが、影踏みがあるので控えると交代することもできません。ニョロトノが寝ている間にキラさん、失礼しました、ナットレイが、ナットレイが寝ている間にどれだけ攻めることができるか。ニョロトの守りの体勢に入ります。でアクアジェットをニョロトの方向に打っていましたが、たたり目、素晴らしい。これはどれぐらい入るか、結構入りますね。いいダメージ入りますね。半分ちょっと削れる、動けない。ここで雨が上がりますが、ピオタカさんニョロトの引っ込めて天候を取り戻すことができません。ニョロトのは眠ったままで、アイピキラさんの場には腹太鼓を積んだマリルリと催眠術を持ったメガゲンガー、なかなか苦しい状況ではございます。たったり目でナットレイが落とせれば、ギリギリ落ちるか落ちないか。さあナットレイ、これは勝負ですね。起きなかったので、いかない、たたり目で倒すことができるか。
お、倒しきりました。国ですね。清高さんのナットで倒されて残るポケモン3対2。ネットをマリルリに打っていきますが、やけどするかしない。タピオタカさん、最後の1匹を出していきます。最後の1匹はズルズキン。威嚇をかけて、マリルリに効果はありますが、それでも6段階が5段階になった程度なので、あまり影響はこの場だとないように思いますが、もう催眠術で無理やり突破していくところはすごくうまいですね。そうですね。はい、慎重にマリルリ守りの体勢に入ります。猫魂を嫌っているのでしょうか。はい、守ってヘドロ爆弾をニョロトノに倒すことができないけど毒を引きました。強いですね。熱湯をマリルリに打っていましたが、これも守られる。